田さん、カジ君、ゲストのタッツン、こんにちは。初めてお便りしました。私は子持ちの主婦なのですが、今年初めてシシャモじゃねえよ。ごめん、子持ちって言ったから、BLCD というものを聞き、がっつりとハマってしまいました。そして、購入した CD、 親子どんぶり。そして購入した CD の隠し場所に困っています、はい。男性なら一度や二度エッチなものを隠したことがあると思うのですが、おすすめの隠し場所などあったら教えてください。なるほど。僕は隠さないです。出しっぱ？エロ本だろうが何だろうが全部本棚に陳列しますよ。綺麗にね。題名は言えないけど。言わないでいい。あとで何系が好きか教えて。何しようとしてんの？いや、なんか人のなんかそういうのってちょっと知りたくてさ。あ、どういう、どういう自分はこういう系が好きなんだけれども。そうそう、けれども果たして、果たして他の人が、確かに気になるな。一体どういうものを趣味思考として見ているのか、そういうことです、ね、そして眺めているのか、そう、そしてどう使用しているのか、そうそう、傾向と対策をね、そうです、練るために使用法は予習復習とね、使用法ほら人それぞれいろいろ使い方が違ったりするじゃん。なんかラジオ感覚で流してる人とかもいるかもしれないじゃん。シロンさんはどこに隠してるんですか？俺はね、枕の下だった。枕の下？超バレやすい。夢見心地な感じだ。あんまりうち母親とかが布団いじんないからさ、干すときにはまあ押し入れかなんかに一時隠し。じゃあ押し入れに最初から入れとけばいいんですか？ダメだろ、すぐ読めねえじゃん。まあベッドで使うか。ね、ベッドで使う。ベッドで使うとかなんかそういう なんだろう、生まじ。わかんない、何。よし、傍らには、ね。リスナーの皆さん、今日のミストは大体。いや、ミスト。ミストって言っちゃった。ミスティは。大体こんな感じです。30回にして番組名間違えんだよ。ミスト。ちょっと今動揺してるんだよ。俺言っちゃったなと思って。よくさ、見たい夢をさ、見るときはさ、枕の下に。まあね、そう、でもね、ありますよね。そうそう、でも、それは考えてなかった。見れました。そういう風に思ってるってことね。見れなかった。まあ、下野さんはずっとエッチな夢を見てた。そっか。見てなかったよ。見たかったよ。で、ゆうたんはどこに隠すの？僕ね、インターコミュニケーションズのドラマ CD のフリートークで言わされたことがあって、今は違いますけど、PSP の箱の下に、複雑なところなんですけど、段ボールの中に、普通の、今 DVD じゃないですか、なんでも、まあ普通の映画も含めてね、で昔のビデオとかこうちょっと入ってるわけですよ。そこに入ってて、その上に PSP の箱が置いてありました。背拍子見えない的な、そうですね、じゃあ今は、今は結構普通に置いてありますね。そうなの？うん。探したら簡単に分かる？分かる。あ、本当？分かる。じゃあ今度探すわ。見る？うん。見るって言われても、あれだけど、まああとは最近はね、便利なものでパソコンとかもありますからね。そうですね。別にね、形が残らないですからね。そうそうそう。はい。皆さんも完全犯罪を。デジタルコミックなんていうのもありますから。はい。ということで、そんなお便りもまだまだ募集しております。ヒルタン、ユータン、タッツ、ミスティ、ミスティ、ミスティ。早速ですがお題です。はい。メガネ萌え、ツインテール萌え、あ、どちらがいいですかということで。メガネ。早いよ。どちらも一般的な萌えかと思うのですが、メガネ。自分はこっちの方が萌えるって方でお願いします。メガネ。ちなみに私は男女問わずメガネ萌えです。ということで。はい。同じ意見だな。はい。ユイが危ないぞ。はい。狙ってるぞ。俺と一緒だな。気をつけて。メガネもいいか。落ち着いてください。これはラジオです。ということでですね。それじゃあまあ、タツはまあメガネ萌えだね。そうですね。僕はユイと同じメガネ萌えで。俺もメガネ萌え。俺ツインテール萌えで。ツインテールなの？メガネより？ツインテールが好きなんです。あ、そうなんだ。ツインテールのそれはどこがいいの？どこ？うん。ちょっとこう純朴で、清楚な感じがするじゃないですか。こう上じゃないですよ。下ね。ああ下に二つ結びっていうか、まあ髪の長い子が体育の時とかに結んじゃう感じだ。まあ短くてもいいんですけど、下の方でね。ああ、なるほど。俺はそれはもともと好きだってこう訴えてることです。なんでそんなメガネがいいですか？だってメガネいいじゃん。メガネはさ、理由になってない。なんかさ、やっぱさ、その着脱することによってさ、髪型以上になんか印象変わるでしょ。いや、印象変わりますよ。印象変わるし、普段はつけてるんだけど、たまにこう外したりとかした時のその、あなた素顔そんな顔だったんですねっていう、そう、なんか喜びみたいな。大事よ。あとね、俺逆なんだ。普段コンタクトの人が、コンタクト外すじゃないの。ああ、まあ仕事終わってみたいな。で、メガネをかけるじゃないですか。かける。あの時が大好き。あれもいいよね。
あれは俺あまりに言い過ぎてウィキペディアにも書かれてるからね。それマジですか、うん、あれ俺はそういうのが好きだってずっと言い続けた。あれもいいよ、あれもいい、うん、だから普段は、まあ、あの要するにコンタクトでもう目が開いてるわけじゃないですか、はいはい、でちょっとこう外した時にしょぼしょぼっとなっちゃってて、でそれをあすぐ直そうと思って、で眼鏡をカッてかけた時のあのレンズ越しの目ね、ちょっとうるんだね。まあわかりますよ、あれがいい。何がそんなにいいのかわからないけれども、とりあえず俺の中で眼鏡かけるだけでその人の可愛さが 20% アップするんだ。わかる。あ、そう、うん、眼鏡は分かるね。メガネ好き、すごい眼鏡好きだよ俺。俺もツインテールしただけで 20% 増して。俺収録の時とかに、うん、たまに今日コンタクト持ってこなかったんだって言って収録の時だけ眼鏡かける方いらっしゃるじゃないですか、はいはい、超好き。あれドキッとするよね、なんかね、うん、あざすと思って、うん、すごいグッと息が入る、ね、いや分かるんだよ、うん、だからもういいじゃんメガネでツインテールで。でも今だいぶメガネに、いやいやメガネも分かるよ、分かるけど、もともと完全なるツインテール信者だから、うん、でも今流され始めてないか、ツインテールイモジャニーソ待って待って、今さイモジャーにニーソっつったよね、それは何重ねるのかい。いや違う、全部いいものを足したからいいってわけじゃないだろ。まあ確かにそうだけど、うん、なんでお前怒り始めたんだよ。今ちょっと言っただけだろ。焼肉が好きだからイチゴ好きで両方食ったらまずいだろ。そういうことですよ。まあまあね、それぞれ考えてバランスを、うん、いやでもほら髪型、いろんな髪型でそのメガネかけてる人がさ、うん、そのメガネとどの髪型が合うのかっていう楽しみもやっぱりあるからさ、うん、あそれはね、一つの髪型にとらわれたくないっていうか、そうだね、うん、いいね、いいな。俺こうサイドから出ちゃったのこう、ああー分かる、かける、かけるやつな、あれ、あー分かる、それはもうザベストですよ、メガネ、まあ、ベストプライスですよ本当、分かるプライス、本当ベスト版ですよ本当、あまりに良すぎてベスト版ですよ本当、あれはもう鉄板だね。お団子よくないですか。お団子もいいけど、お団子メガネよくないですか。お団子メガネ、あー丸いってやつ。意外とさ聞いてるとカジの発言って古いよな。だからでも別に俺はそれも嫌いじゃないから、感じの感で男なのかな、うん、なんかもう、うん、うん、いやどうぞ。今何つった、うん、漢字の勘で男なの。いやなんかもうものすごい寒いこと言うたなと思って今といったところでですね、はいはい、そろそろ決着をつけましょう。最終結論、男だよ。まあ今までの3人の発言を聞いていて、まあリスナーの方なんとなく分かったでしょう、やはり、うん、ツインテールよりメガネです。それそういうことになっちゃうの。なっちゃうよ、だって流されちゃったでしょ。流されてないよ。流されたじゃん。いやじゃあツインテール良くないですか。いやいい、俺はいいとは思うんだけどそこまで燃えない、うん、だったらメガネだね。そう、草冠に明るいとはいかないんだよな、これ、うん、ついてる。でもメガネいいっすみたいな感じでちょっと力入ってる。メガネもいいっす。メガネも好きなんでしょ。だったらメガネも意見入っとるよ。じゃあそれではい、はい、ということで僕たち3人はメガネが好きです、はい、ということに、我々はみんなメガネが好きです、はい、強制的になりました。メガネが好きです、はい。今回別れる2人の愛の劇場でゆうたんが人生で初攻めだということだったんですが、栄えある初攻め相手に選ばれた感想をお聞きしたいです、また収録前でしたらゆうたんに言っておきたいこと、収録後でしたら、ゆうたんに攻められた感想を教えていただけるととても嬉しいです。まあそうですね、あの収録はもう終わってしまったんでね。終わりましたね、ちょうど知らなかったんですよ、あの初攻めだったっていうの、はいはいはい、全然知らなくって普通にプレイいたしましてですね。いたしましたね。そうですね、それを聞いた後に思ったのは、あ、美味しかったなと。あ、美味しかった。優しく僕はもう包み込んであげる感じで食べちゃった。美味しい、俺が味わう側だったんじゃないのかな、ね、あれ僕はもう美味しくキュッ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 締めてあげました。いやでも俺もスタッフから聞いたけど、はい、なんとなくカジ君が責められてるみたいになってたよね。そう、なんかねこれおかしな話なんですけど、うん、まあ、僕は受けだったわけですよ、うん、で受けでインサートされるわけじゃないですか、はいはい、要するにこっちの方が気持ちよくなるわけですよ、うん、まあ、もちろん入れてる方もそういう気持ちはあるかもしれないですけど、だから自分の方も気持ちは高ぶってるはずなのに、カジから漏れ聞こえてくる声を聞くとだんだん俺声出しちゃいけないのかなって思えてきちゃう自分がいて、いや違う、俺ダメだ、俺が出すんだと思いながら、うん、もっと出してくれたんですよね。そう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 、より俺は気持ちよくなろう。それを聞いてこう先輩の優しさをすごく感じましたでもほら別にインする方だって気持ちいいわけだからさ。そうそうそう、そう、まあ、人間の大人になっていくとね、まあ、だんだん言い訳ってものがうまくなってくるんですよまあでもほら受け身まだ重ねるか、あの次ありましたお待ちしておりますいやでもねなんかすごく新鮮でしたね、はい、
実際僕はやってる時知らなかったから、その要するに初だとかどういうのっていうのは別に初だからなんか変わるってことじゃないけど、でもなんかこう、あ、家事とこうやってやれるっていうのも初めてだったし、メインにこうやって絡めるのも、だからそれがすごく新鮮でしたね、全体的に言えたのが。でその中でやっぱり僕も随分若い方ですから、それよりもより自分よりもまあ若いというか、まあ家事は下に当たりますけど、でもそういうところでなんか出てきた家事とかと実際こう演技で絡めたりとかするっていうのはなどすごく自分の中で新鮮だったんですよ。そのめったにある光景じゃなかったの、まあ、確かに基本的にね上の方が、ね、多くなっちゃうから、そうなってくるとやっぱりこういう風に新しい世代とも自分は絡めるようになってきたんだなって思うと、すごくちょっとあったかい気持ちになる、ね、なるほど、ある意味でね、いい話出ちゃいましたよ、ね、いい話、まさかのいい話が、そんないい話が、ね、出たところで、ね、もう一つ紹介していいですか、何でしょう、ミスティーネームはハールさんからいただきましたね、下さん、カジさん、達久さん、こんばんミスティ、こんばんミスティ、カジさんに質問です。攻めと受けとどちらが演じやすかったですか、実際やってみて。受け受けだってそれはさ、まあ、経験が違うから、やったことなかったから、されてばっかだからさ。そうだね、もう本当ちっちゃい時、ちっちゃい時からっていうか、ちっちゃい時からまだかなりこのもっと若い時、ごめん俺ちょっとそこまではちょっと組んでやれなかった。違うです、すごいなこの発言、抜粋されてさ、なんかどっかにあげられたら君本当誤解受けるよ、うん、みんな攻めがいいよはい、意外と俺どっちもよくやるから分かんないですけど、達成さんはそうですよね、志望、うん、さんは完全に8割受けですよね、9割受けだね、どうなんですか、どっちもお仕事としてもらえればちゃんと攻められるんですか。頑張るよ。ちょっとじゃあ教えてください何をどう教えるの、本当に分かんない感じで言っちゃったんですよね。そしたらいつもの癖も出たよね。そうだね、まあ分かった、じゃあそれは今度レクチャーして、教えてあげるよ、はい、なんか手取り足取り腰取りな